9時を回り閉店まであと30分足らず、デパートは夕飯の買い物のおばさまたちでごった返す。私もその波に紛れて食料品売り場までやってきたの。サラダの大好きなあの人にとびきりのやつ作ってあげるの。レタスはなるべく青くて柔らかそうなのを選んで、トマトは形の揃った三つ入りのパックを一つ買うわ。横入りするおばちゃまにも負けず、やっとレジまでたどり着いたら、今度は財布が見当たらない。赤い顔してポケット探る。やっと見つけた財布の中から、慌てて払って一息ついて、大きな紙袋二つに入れて、脇に小さな花束を足す。キャベツは細く細く刻んで、お水をしっかり切らなきゃ。リンゴがウサギに変身、一個は食べて七つ飾るわ。もうすぐあなたが帰ってくる、ただいまのキスは必ずしてね。特製ドレッシングには私の愛もたっぷり注いでシェイク。トメレアップクリーム、ペッパーレタス、ウォータークリス、トゥーナピン、オニオン、ウィズマヨネーズ、プリーズ。はっきり言って簡単なサラダ、切って盛るだけの簡単サラダ、誰でも作れる、それを残さず食べてくれるあなたが好きよ。世界で一番あなたが好きよ。世界で一番おいしいでしょう。神様、今日も幸せありがとう。